こんにちは、いっちーです。なるです。私たちが新しく作ったそっとぎゅっと優しく洗おう、聞いてくれたかな。この曲はみんなの毎日のお風呂時間が楽しくなるといいなと思って作った曲だよ。元気に外で遊んだり運動したりすると汗をいっぱいかいたり土やほこりで汚れたり、体について汚れは毎日お風呂でしっかり落とさないと体の匂いやブツブツの原因になっちゃうんだって。だからお風呂の時間にはこの「そっとぎゅっと優しく洗おう」を一緒に歌って体をきれいに洗ってね。まずはたっぷりの泡で体を優しくなでるように泡を広げていきます。ミドンのポンプを押してたっぷりの泡を手のひらに出そう。歌にもあったようにシュポシュポふわふわってやってみてね。シュポシュポふわふわ。みんなのお肌には汚れや菌からお肌を守ってくれるバリア機能があるんだけど、ゴシゴシこすっちゃうとバリア機能が弱くなっちゃうこともあるんだ。だからバリア機能を守るように泡でなでるように優しく洗おうね。なで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 だね。なで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 。泡がたっぷりで気持ちいい。よしバッチリ。あ、なる、洗い残してるところはない？耳の裏とか脇とか全身ちゃんと洗えてるかチェックしていこう。耳、脇、背中、最後は一緒にせーの、足の裏。一緒に踊りながら確認していけば忘れてるところがなくなるね。全身しっかり洗ったら最後はしっかり泡を流していきましょう。あわあわしっかりバイバイバイだね。みんなこれで毎日のお風呂もバッチリだね。わあ、お風呂に入って温まったらなんだか眠くなってきちゃった。また明日もいっぱい遊ぼうね。うん、みんなもお風呂でしっかり体を洗って元気に楽しく毎日遊ぼうね。じゃあなる、明日も一緒おやすみのん。明日